可能性実況特別編全員助ける。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。はい、どうも、ホラーゲームが大嫌いのマイタケでございます。はい、もうね、ホラーゲームが嫌いな割には頑張ってくれましたね。はい、もう一回ね、もう疲れた。その手紙のとこまでね、最初から、はい、じゃあ、さっきの手紙が終わったところかな。そうそうそう、はい、なんかもう一回入ったらダメみたいな、あのトイレね。トイレじゃないけど電源ね。うん、そうそう、切ったもん。触ってない。よし、OK。よし、行こう。じゃあこれでもう寝て終わりだね。そうだね。あー、道に長かったね。ふわ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 。ほんと舞茸くんお疲れだよ。まあ、スキップしてた。まあいいよ。あ、これあったよ。じゃあ終わるまでカット。はい、おいっと、はい、カットしました。終わりました。はい、さっさと終わらせようぜ俺たちのな、これ戦いを。お前全然働いてねえじゃねえか。まあこれ言うけどさ、お前ゲームとかで頑張ってるって言うけど編集頑張ってる。昨日俺一日かけてあのラジオの編集やってたからね。お疲れ。丸三つ話しながら、これどうすればいいのかな、ここはこうすればいいかなって言って、うん、話しながら曲とかどうしようかなとか言って、うん、ずっと向き合ってたもん、パソコンと。もう編集大変、編集大変だったんだから、もう本当に。ちょっともうさ、恋愛ゲームだね。ギャルゲーだよ、ギャルゲー。ギャルゲー。カラカラカラリマンはルセカイニャじゃんじゃんじゃん。スキップもいいよ。そうだね、お腹鳴った。そうだね、冗談マジごめんね、今日なんだ昼飯いいよ。まあ、それあのスイムクラブの真似した。俺がそんな余裕あるよりないで、どれ？お！ちょっと待って、怖い怖い怖い。ミサオ？なんて言うのこれ、なんて言うのこれ、主人公。あ、じゃあみ、これこいつこいつミサオ。何、そうそう、そうじゃない。ミサオってやれもない、やれも聞かないでくれ。耳が疲れた。うわ、目と精神力。昨日も精神力と耳が疲れた。曲ずとつふざけんな。あんた、言いとはあてか、愛の記憶が…ハヤトを早く。おい、ちょっと、あ、血出てないね。だんだん強くなって、ほら、うん、強くなった、やばいやばい。行くぜ、ほら殺せ、ほら殺せ、殺せ、殺せ、殺せ。なんだ俺、早く倒そう。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。おお、ゲームふざけんじゃねえ。たまにあるね、こういうのなんか。うん、どんだけイライラしてんの。おい、強すぎだろ、おい、おい、強すぎだろ、おい。よっしゃー、
紫の金庫を拾った。いや疲れた。いやね、ここまで来るのに時間かかったね、すごい。ああ、お、全員こう並んでるといいね。あ、向こうの扉が開いてるんだ。来ました、とうとう最終形。あれ、セーブできないの。その辺はもういいだろう、諦めろ。回復して劇的に疲れた。おにぎりとか残ってるじゃん、ちゃんと。のど飴であの本体を あれ、そんだけでいいの。お、すげえ満パンだ。あれ、こいつやばくね。大丈夫だ。あなたなんでこんなひどいことになってる。さっき一回死んだもん。あ、そうなの。おお、すげえ。あ、こいつまだ大丈夫だね。こいつはもういいだ。え、なんで治療すんの。俺だ。あ、自分、はぁ、はぁ、でいいかな。ちょっと何、お前巧みになっちゃったやん、この可能性のゲームの。いいだ。うん、ダンス。ちょ、このさ、完売、アミさんはさ、必ず戦いに入れようよ。入れるね。あの人絶対強いもん。絶対強い。こうやって俺らを殺しに来た人だからね。そうだな、どうしよう。多分一人外すよね、これ。そう。どうだろう。とりあえず綾野さんに外れてもらうか。そうだね。カナは回復だ。回復だからね。体力も多いし。そうだね。うん。ちょっと待って、こいつが、じゃあ。見つけ。紫の記憶も。私は電車が好きだった。電車は線路の上だけを走る。決して道を踏み外さない。電車はダイヤの通りに。ダイヤ、何ダイヤって。ダイヤっていうの、わかんない。分単位で正確に。電車は毎日決められた位置に停電する。停車され停電するってどういうことや。大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。驚くほどぴったりと。時々事故も起こるけど、すぐに立て直す。大勢の人間に必要とされている。でも電車自体はただの箱だ、箱だ。それを電車として機能させるのは運転手だ。道具をうまく使いこなして世の中に。この世に平和をもたらす。私の好きな正義を、秩序をその中に見た気がした。終わった。電車好きなのになんで電車の中で閉じ込めるの。またそんなひどいことしやがって。またく、よし、行くか。さあ行くか。最後の戦い、もうこれ思いっきり演説でいこう。この熱血な的な。よっしゃ、なんかいいぜ。ズルズルしてるたい。ちゃんともう、おい、何にもないね。どうするんだよ。嘘、もう一回戻って調べ直そう。はぁ、一両目まで戻りながらまた細かく見ていこうよ。ふざけるな、そんなめんどくさい作業。俺はごめんだ。じゃあハヤトはやらなくていいから、とにかく一緒に戻ろう。なんとさん、いや、俺足が疲れた、もう一歩も動けねえ。ハヤト、これはね、うん、あ、すげえ。帽子に話しかけちゃダメなんだ。動けた、ほら、なんて、ほら。ピロンピロン。ガキかい。甘やかしちゃダメみたいな。行動なくして結果なし、だと思うんだけどな。何でもいいかな、とにかく早く帰らせて。だんだん広くなってきてないか。ん、あ、誠、ハヤト君置いてくの。行きたくないって言うなら別に行かなくてもいいでしょ。迫り来る銃口、後ろはだんだん
断末魔、断崖絶壁、断崖、断崖絶壁、断末魔ってなんだ。そんな状況下で現実を見つめられる人間は一体どれくらいいる。俺みたいなのが普通だろ。おかしいのは向こうだ。どうして、あ、ごめん、どうしてこんなことになったんだ。俺のせいじゃないのに。違うよな、俺のせいだよ全部。俺がいなきゃみんなこんな目に遭わずに済んだんだ。なんかね、いいね。あ、お前かな、お前だよ。怖かった。自分の責任を認めることでみんなに責められるのが怖かった。誠に軽蔑の眼差しを見受けられることが怖かった。だから否定した。俺のせいじゃないって思い込もうとした。でも責めてくれた方が楽だった。助かる可能性が減っていくたびに陰で悪口を言われているような気がした。面と向かって言ってくれれば謝ることだってできた、逆ギレだってできた。もう知らないふりは疲れた。責められて楽になりたかった。わがままかな俺って。ガキかな。妨害は罪である。嘘だ。なんで嘘だよ。否定する。僕は否定する。たとえ事実であろうと否定する。頼むから否定させてくれよ。違うだろ、これは何かの間違いだ。ハヤトがこんな、僕のせいだ。僕がハヤトについていなかったから、僕がハヤトを置いていったから。だったら悪いのは僕だろ。僕を殺せ。ああ、ハヤト。まあ親友だもんな。まあね、この倒れてるよ相当。うわえ、ダメだ、もう一回やり直した。え、話しかけないといけなかったっけ。ちょっと待って、何回も違う人に話すとかそういうのかな。分かんない。じゃあ一回これ切るか。切る。それともこれやってみる。いや、ダメだ、切ろう。切ればいいじゃないか。では次のパートで会いましょう。